はい、皆さんこんばんは。毎週金曜夜9時は波動上げ上げないとパフパフドドンということで、今週も張り切って行ってみたいと思いますが、天の声さんお元気ですか？どんどんパフパフってことで、今日もよろしくお願いします。はい、ということでね、もう本当あっという間にね、今年も残すところあと2週間3週間、あ、まあ、そんな感じに、ね、なってきましたけれども、はいはいはい、はい、もうなんかね、まあ、最後までね、そう、12月だとね、終わっちゃうんだなとか、振り返りとかってされるんですか、天国さんは。この、あ、今年の1年とか。振り返りね、あんましないですね、はい。あ、しないんですね。うん、もちろんね、多少はしますけど、はい。別に反省会やったところで、っていうかね、もう常にやりきってるっていうか、走り続けた結果、いいも悪いもそうなってるんで、はい。まあね、うん、なんかそれよりも、もうちょっと未来にこんなことやりたいなとかね、あ、今年こんなこと全然やってないなとか、そういう振り返りはもちろんありますよ。はいはい。うん、あ、トークライブは12月23日までトークライブ一回もやってなかったなとかね、最初で最後みたいな。はいはいはい。うん、とかね、あ、なんかツアー行ったなとかね、うん、10周年か、振り返る10年みたいなね、10年前こんなことやってたなとかね、まあ、そんな振り返りはね、ありますけど、はい、あまりなんかこの反省会みたいな、そういうのはあんまないですね。はいはい、あ、そうなんですね。うん、はい、よくね、こう、今年1年でね、こう、まあ、振り返って、まあ、反省会みたいなのやるね、よく、こう、ビジネス本とかにも書いてあったりとか、ああ、ありますね、ありますね。そういうのはありますけど、はい、まあ、うん、まあ、反省 したところで、ね、はい、それをまあ生かせればいいとは思いますけど、今の、まあ、天国さんの話聞くと、やっぱ未来のね、こうワクワクとか楽しかったことに関しての、うん、まあ、振り返りというような、振り返りの中で意味がこう、ね、ビジネス本に書いてあるのと、天国さんが、うん、言ってる振り返りの意味が、まあ、違うなっていうのは感じたんですけども、うん、そうですね。だからなんかね、やっぱりその何を思って何を作り出していくかっていうことの方がやっぱり人生においてね、ウェイトが高くあるべきだなと思うので、はいはい、うん、まあね、一生懸命結局どんな結果であったとしても、それは自分がやってきたことの、まあ、因果っていうか、はい、うん、ね、一生懸命やってきたけどダメだったっていう場合もあれば、一生懸命やっていい成果が出たっていう場合もあるし、一生懸命やることができなかったからダメだったっていうケースもあるんですけど、はい、まあそれも含めてその時の自分はね、が結局できなかったっていうことなので、はい、まあそれをね、今更どうこう言ってもあんまりね、始まんないかなと思うので、はいはい、これから、未来に向けて、まあどういうふうに考えてやっていこうかなとかね、そっちの比重をね、取りますよね。そうです。ということは、過去の、はそのまあ、過去にやってきたことっていうのは、まあ、そういうレベルの自分だったっていうところの積み重ねでどんどんこう成長していって、うん、まあ、よく言うね、現実世界で、次元上昇をどんどんしていって今の自分があるから、さらにこう自分が高められるように、なんか楽しいことが未来できるようにこう考えていって、あ、過去は、あ、こういう、まあ、次元というかね、レベルの、あ、自分だったんだなぐらいな、そんな感じなんですかね、振り返りの基準っていうのは。そうですね。だからまあ、あれですよ、なんか、思い出をたどるみたいな感じですね。反省とかじゃなくて。はいはいはい、はい、うん。まあそう。ああ、なんか、うん、九州行ったなとかね、ああ、こんなに頑張ってやったなとか、はいはいはい、あ、講座、今年はこんな風だったなとかね。はい。うん、なんか前半これあんまり今一つだったなとかね、まあ、そういうのももちろんありますけど、あんまりだからそこで、そう、その振り返りにあんまり時間は割かないですね。はい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 、だから思い出の走馬灯をちょっとたどるぐらいの感じで、はいはいはい、うん、それよりも来年とかこれから先、うん、だから楽しいことをもっとねやるようにしたらいいと思うし、やっぱり自分の直感で、うん、どうかなっていう迷いのあるものはやっぱりやらないとか、はい、うん、そう、人に勧められたからいいっていうことでもなく、自分の直感というかね、やっぱり何かそのそういうものを信じていくとかね、あと、はいはい、やっぱ楽しいことですよね。何が正しいかとか、はい、何をやるべきかとか、そういうことじゃなくて、何やってたら面白いとか、どうしたらみんなが喜ぶとか、はい、なんかね、そんな感じ。なるほど。それと、やっぱりやりたいこと。うん、はいはいはい。そう。
そこに全て詰まってるような気がしますよね、はい、ちなみに、まあ、そこを例えば必死に考えて、まあどういうことをやりたいのかなっていうのを、まあ、詰めていくことによって、まあ、次元上昇とか、まあ、リアルアセンションという、ね、言われているものにつながってくるものなんですかね。ちょっと違ってですね、はい、そこを必死に考えて追い詰めていってっていうのは全然違っていて、はい、直感でも楽しいことってもう分かってるはずなんですよね。でやりたいことは思いつきだし、はいはいはい、直感だから追い詰めていって考えていってではないんですね、はいはいはい、うん、今すぐ直感で何が楽しい、何やったらいいと思うとか、はい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 、みんなのために何がどうとか、うん、ああ、辰年かーって、なんか運気上げたらいいよな、龍の年だもんなーって、じゃあ、元旦はやっぱり初詣行くよなーって、でもなんか今年だけなんかね、いつも大開運ヒーリングとかやってんのに、今年だけないのってなんかどうなのって思ったら、いや、みんな残念があるだろうな、じゃあやろうみたいな。あ、それがいいよな、じゃあやってる自分どうって考えたら、うんうん、あ、それ楽しくないって、うん、あ、じゃあいいんじゃない、やろうよし、やろう、はいはいはい、じゃあ今年もそれやろうみたいな。日光東照宮で奉納できるんだったら、うんうん、よし、ツアー、え、行こう、もう決めようとか、出版記念でやってさ、ツアーにしちゃったらみたいな、はいはいはい、まあ、そんな感じとか、うん、あ、トークライブやるんだったらクリスマス、あ、そこいいじゃないですかとかね、土日だし、はいはいはい、イブはみんなちょっと出てきにくいよね、女子はとかね、いろいろ考えたりして、じゃあイブで23日だったらいいんじゃないとかね、はいはいはい、って思ったらすかさずソールドアウトとか、はいはい、なんかね、そうそう。で、結局、なんか、あ、トークライブも一回もやってないじゃん、今年、みたいなね、はいはい、ってなったら、ね、それが本当にクリスマスライブが最初で最後だし、だから、本当に最初で最後のトークライブだしね、今年最初で最後の奉納ツアーにはなってるしとかね、はいはいはい、なんかそんなことが目白押しになってるのは、全部ね、そう、考えに考えてやってることではなくて、はい、直感で思いついて楽しいからやってるっていうね、うん、そんだけですね。そこも逆に言えば、まあ、本当に自分自身の、まあ、自然な気持ちっていうのをそのままストレートに表現した結果、まあ、トークライブがこう現実に現れてきたりとか、うん、まあ、12月10日のね、東照宮になったりとかっていう、まあ、あとね、1月1日のね、もうね、そこの辰年のね、イベントになったりとかっていう、まあ、そういう現象が起きてるっていう、そういう話なんですね。ということはね。そうですね。だから、はいはい、まあ、やりたいことしかやんないっていうことですよね。あ、そういうことですね。うん、やりたくない仕事とかをやっぱりやるっていうのは辛いじゃないですか、はい、確かにそうですね、うん、なんか、はい、そうだからね、みんなやりたいことだけやって生きてったらいいんですよ、うん、だから無理くりね、これをやんなきゃいけないんだというものではなく、本当に、うん、やりたいなっていうのを素直にこう表現していくっていうのが、まあ、まあ、自然でね、本当に心から楽しめるものだっていう、そういうことですもんね。うん、そうですね。だから、まあ、本当いつか出版したいな、本出したいなと思ってたら、まあ、今回ねそれも叶ったし、はいはい、うん、なんかツアーもいいかなとかって思ってたら、今回ね、ツアー来年やるんだったら出版記念で今年できないのみたいな話からね、あ、日光東照宮さんだったらみたいな話でポンポンポーンとね、なんか本当この1ヶ月ぐらいで、多分募集期間って1ヶ月も募集してないと思うんですよね、はいはいはい、11月に入ってから、はいはい、11月の10日ぐらいかな、はい、うん、なんかそんな感じで、ね、11月1日とかには全然間に合ってなかったんで、もうほぼほぼ1ヶ月ぐらいですよね、はいはい、そんな感じとか、うん、まあ、トークライブもそうですけどね、1ヶ月ぐらいですよね、そんな感じで全部やってるんで、まあ、思いつきの行き当たりばったり感はちょっと あるかもしれませんけど、はいはい、でもね、なんか冬眠するって言ってずっと冬眠で何にも出てこないよりも、はい、ほら楽しいから、自分が、はい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 、一緒にみんなと一緒にツアー行けたら楽しいし、トークライブで生のお客さん、ね、目の前で喋ってる自分、うん、まあ、緊張するかもしれないしね、なんか分かんないけど、はいはい、なんかほらリアルで会えてるっていうことの良さみたいな、はい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 、うん、なんかそういう部分とか、本読んでもうちょっと聞いてみたいなっていう人の前でお話ができることとか、はいはいはい、うん、まあ、不思議現象もそうですけど、そんなことあるのかなと思って、でも目の前で体験できたらね、それ面白いでしょうし、はいはいはい、まあ、そういうことも含めて、なんか、やった方が楽しいかどうか、はいはいはい、
やった方が皆さんのためにいいと思うかどうか、はいはい、うん、自分も楽しいかどうか、はいはいはい、そんだけですね、はいはいはい、なんか、うん、まあそこはね、こう自分自身にね、もう問い詰めて、うん、まあ、問い詰めてというかね、聞いてみて、あ、楽しそうだなって言ったら、こう、自然にやってるので、まあね、冬眠っていう、まあ、選択肢ももちろんあるし、うん、でもやった方がいいっていう、まあ、この2択がね、まずあるんだけど、まあそのね、やるという方が、まあ冬眠よりもいいだろうという、そういう考えで、まあ、今回もね、思い切って、まあ、1月1日にやったりとか、こう、12月のね、冬眠という予言を、まあ、自ら外してるわけですけど、外してるまでも、まあやっぱり楽しいことなんだというようなことでね、うん、まあ自然にそのまま体が動いてるのが、まあ天国さん、まあスタイルというような、そういう感じですよね、今回はね。うん、だからトークライブね、出版社さんでトークライブやりませんかって言われて、いや、はいはい、やらないで、別にずっとオフィスで、なんかね、はいはい、のんびり寝っ転がって冬眠してる方が楽しいかっていう話ですよ、結局、まあ、そうですね、うん、その二択ですもんね、それはね、うん、でツアー日光東照宮で奉納できてみんなと一緒に行くバスツアーとオフィスで寝っ転がってるのどっちが楽しいかっていうのは、はいはいはい、単純ですね、だからシンプル、うん、どっちが楽しいかでしかやらないっていう風にしたいって言ってて、どっちが楽しいかでやってるんで、この生き方でいいんですよ、だからね、思ってることとやってることが一貫してるから、うん、ここがね、一貫しないと嫌になっちゃうんですね、うん、そうですよね、で、まあ、ね、いろいろとやられてるので、まあね、根本的には、まあ、こう死ぬときに後悔しない生き方っていうね、うん、それが多分前提にあると思うんですけど、ね、はい、ずっと、まあ、冬眠してるよりも、やっぱりこう、ね、いろいろやってる方が やりきった、楽しかったっていう思いでも、多分、うん、その時に思えると思うので、まあ、そういう。二択でもそういう選択をどんどんその根本的なものがあってそういうのを選択してるのかなっていうのは感じますね。そうですね、だから来年何しようかなとかまだ何にも決まってないんですけど、うん、だからそういうことも含めて冬眠の時間は大事なんですよね、うん、じゃあ来年こういうふうにしようかな、やっぱり頭の中まで冬眠してたらね、ただの本当になんか酒飲んで寝てるみたいになっちゃうともうぐーたらなので、別にそういうことではなく、ただ冬眠してる間にもいろいろね、やっぱり例えばオフィシャルサイトもうちょっとこういうふうにしたらいいなとか、なあこのページこうにしたいなとか、いろんなことは考えるわけですよね、はい、あこういう個人セッションとかあったら面白いかなとかね、はいはいはい、うん、面白いかなでなんですよね、やらなくちゃとかではなくてね、はいはいはい、なんかねそういうことを考えてるのもまたこう楽しいというか、うん、はい、まあ、それがちょっと伝わるのが、まあ、本のちょっと一部からまたちょっと抜粋しちゃうんですけど、まあ、本の演奏もいろいろやられてるんですけど、まあ、ただ鳴らすだけで、ね、そっちの方がまあ楽だと思うんですよ、ただ鳴らすだけで100箇所回ったよっていうことも全然現実としてできるんですけど、天国さんの場合はただ鳴らすわけではなくて、まあ、具体的な、ね、こうやり取りをしたりとか日時決めたりとか、うんうん、挨拶したりとかいろいろとやられてる部分はもうちゃんとしっかりして奉納演奏してるというようなね、本にも書いてあったんですけども、うん、やっぱこうね、はい、普通の人から見たらただね、大人だけ鳴らしてどんどんね、場所だけ増やして100個やったよっていうふうに、ね、うん、言うことも全然できるわけですけど、それもやっぱりこういろいろと段取り組んで、まあ大変、外から見たらもっと大変だなっていうふうに感じるんですけど、それをまあ、あえてね、一つ一つこう思いを込めてやっていただいてるっていうの方が、やっぱりそのただ鳴らすだけよりも、まあ楽しいという、ふうに感じるから、まあ、やってるのと、あと、その、そもそもの、まあ、リオンシンギングボールという意味の捉え方を、そのように、うん、まあ、天国さんので捉えてるからこそ、まあ、そういう動きになってるのかなっていうふうに、ちょっと感じるんですけど、うん、そこら辺をちょっと詳しく聞きたいんですよね。あ、そこですか。はい、それはね、そうですね、なんか、誰でもできるようなことじゃないことにチャレンジしてる楽しさってあるんですよね。はい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 。うん、あ、その楽しさですね。そうだから、うん。うん、なんか でもね、普通の人だと入れないようなところでやれてる自分のなんか心地よさとか。はい、いや、できないですよね。うん、しかも、すごい有名なね、神社
とかね。の中に入って、だってほら、ね、鳥居くぐって庭先でさ、ちょっとカーンって鳴らしてさ、帰ってきてさ、やってきましたっていうのは誰でもできることだし、はいはいはい、簡単だし、はい、うん、そこにあまり魅力はないですよね。はい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 。まあ、それで100箇所もありましたって言ったところで。うん、はいはい、うん。だけど、そのきちんと、やっぱりその筋を通してやってるかどうかっていうことですよ。はい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 。筋を通してきちんと、ちゃんと承認された上でやっているかどうかっていうこと。はい。うん。それが100箇所を、続けられたかどうかということ、はい、その生き様が背中で語れるということ、はい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 、そこに魅力を感じるということですよね。はい、確かに。うん、まあ、別に100箇所ただね、うん、もなんかどっか行ってなんかカンカーンってやってきましたっていうことに、なんかね、あまりそう心打たれる人っていないんじゃないかなって思うわけですよね。はいはいはい、それがそういう生き様ではないっていう、私の生き様ではないっていうことですね。いや、その、そんなだってね、にわかで、ちゃっちゃかちゃっちゃかあちこち回ってきて、それでやりましたって、こんなにやりましたって言って、それがな、それでな、何って、何を目的、なんでそうしてるのって考えたときに、あまりそこに魅力が感じないということですね。そうですね。まあ、今回のね、日光東照宮のその一箇所を 見るだけでも、一般の人が、入れないところでの演特別演奏っていうのがついてるじゃないですか。その入れない、うん、そうですね、まあ、うん、奉納ですよね。奉納、そうですね。あの特別祈祷と奉納演奏は別ですよ。あ、うん、そうか、そう、その特別祈祷ですね、すいません、ね、場所は別ですよ、うん、あ、はいはいはい、そういうのもやっぱりこう、そうそう、天国さんが段取りを組んでもらってね、そういう特別なこともやなんか段取りしてるので、一つ一つを本当にしっかりと、うん、ね、こう100でもただ、まあ、100でも多いんですけど、そのうち、その中の100でも一つ一つがもうしっかりと、段取り組んでやってるんだなっていうのがもう分かるので、その100の重みがね、ただやってる人と、うん、まあ、やってる人はあんまりいないと思うんですけど、うん、うん、違う、そういう思いでね、やってるっていうのが伝わりますよね。うん、やらないでしょ、みんな。だってほら、交通費もかかるし、宿泊費もかかるし、時間もかかるし、重量もあるし、はい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 、ね、うん、衣装にしたってね、準備したり、いろいろ、まあね、地方あっちこっち行くだけでもね、やっぱりコストもかかりますからね。はいはいはい、うん、それでなんかそんな、はい、ね、ほら、自分がだから別にお金の問題とかではないですけど、そのコストをかけようが時間をかけようが、重いものをひいひい打って腰痛いとか言いながら持っていきつつ、まあ、頑張ってやっている、な、まあ、生き様ですね、それはね。はい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 。だからなんか、まあね、最後の最後に本当にいつかいなくなって、亡くなった後にでも、あ、こんなことをやってたなって、なんかね、その時に、まあ、どうやって名が残るのかとか、うん、なんかね、その、ちゃっちゃっと言ってね、鳥居くぐってカンカンとやってきたねっていう数が100個もあるんだよっていうよりも、一個一個ね、ちゃんと、お互い相手のあることですから、きちんと承認を取って、はいはいはい、うん、筋を通して、ちゃんとその中まで入れるところまで入って、特別な形での、その奉納を行うっていうことをやってきたっていうものを、どこまで積み重ねられるだろうかっていうことの、はいはい、その目標を一つ100箇所に定めようと思って、うん、まあ、震災の後ですけど、まあ、そこからよし、とりあえずそれを100まではやろうというふうに決めて、公言して有言実行でやったかどうかしか見られないっていう感じですかね。これはあれですかね、こう自分への、うん、挑戦とか、まあ、そういうチャレンジ的な、そう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 、こんな感じありますね、自分への、ね、挑戦みたいな感じ。あ、うん、そうなんですね、まさに。そうですよね、まあ、それ目標に向かってね、こういろいろやっていくときが、こう、うん、いろいろ人生楽しいとか、そういう時もね、ありますのでね、そういう目標に向かってね、やっていくっていうのも、まあ、一つのね、こう選択肢の中でも、皆さんもなんかチャレンジしてもらうっていうのは、いいことですよね。うん、
そうですよね。だからね、楽しいってね、ただほんとヘラヘラ笑って、あはは、楽しかったとかね、なんか面白かったっていうことだけではなくて、その面白いのと楽しいってまた別で、やりがいっていうこともね、やっぱり楽しいんですよ。モチベーションになるんですよ。やりがいのあることを、やっぱりやっていくっていうことは、大変なこともあるけれど、それ楽しいですよね。はい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 。うんっていうことですよね。例えばほら FM ラジオ局開きますって地方でやりますって新しい局を開きました、この周波数で放送やります、開局します、最初はね一番組二番組しかなかったけど、それが10になり50になり 1000になり何万再生されてとかってなって、大きなそのねあのラジオ局になりましたっていうことの中には大変なことはいっぱいあるけど、はいはい、やってきてよかったなーって、こんだけ作り上げてきたっていうところに喜びが生まれるはずなんですよ絶対、はい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 、それですよね僕やってる楽しいっていうのは。で振り返った時それ楽しいはずなんですよ、うん、辛いこともあったけど、はいはいはい、うん、っていうね、なんかあやってよかったなとかね、それが生き様にやっぱりなっていくと思うので、はいはい、なんかねそういう部分ですかね、うん、でも一つ一つはね、それは大変なこともありますよね。そう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 。まあ、もちろんね。わかんないけど。いや、そう。うん。いや、はたから見て大変なのになんでやってんだろうって思う人もいるだろうし、うん、やっぱりね、こう、そのお金のことも含めて、その、流音信玄頃もね、郵送とかもするかもしれないし、うん、ちゃんとね、着替えて、ね、やっぱり一つ一つ、こう、時間も、エネルギーをすごいかけているところも分かるので、うん、そこはやっぱりそういうね、こう楽しい、まあ面白いじゃなくて楽しいという部分の、うんまあ、大変さも含めてですね、こう生きてるっていう、まあ、人生をね、こう生きてるっていうのが分かるので、このこう面白いとこの楽しいの、この違いっていうのはね、こうさっき天国さんのね、あの言葉出ましたけど、ここ重要ですよね。重要ですね。だからなんかね、本当まあもちろん面白いことが楽しいでもあるんだけど、はいはいはい、そういう側面もあるけど、もちろんね、うんうん、そうではない側面もあるっていうことですよね。はいはいはい、はいうん。そう、ああ、なんか良かったな、やって良かったなっていうこと。うん、だから今88、今度89箇所になりますけど、88もやってきたのかとか、あの時大変だったなとか、あの時すごいみんなを、ね、例えば出雲大社の時60人も来てくれて、後ろに60人並んで団体参拝みたいな感じで奉納やったよなとかね、はいはい、なんかでも日曜日の日中1時間出雲の拝殿ね全部ストップして借り切るのもでも日曜日よくやったよなとかね、大変だったけど楽しいんで今思い出すとすごいいい思い出だしとかね、はい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 、一つ一つの神社仏閣とか、まあ、高野山ももちろんそうですけど、うん、なんかね、わ高野山までわざわざねこれ持っていくの大変だしね、移動も大変だしとか思うけど、はい、まあ、空海の生誕1250周年祭で奉納できたんだよなとかっていう、なんか自分の中のね一つの心、うん、振り返りとしてはすごいいいこうメモリアルにも、ね、なりますしね、はいはいはい、うん、だけどやってることは大変だけど、それをやりきった自分にとってそれは喜びにもなるっていう、そういう側面がやっぱりあるので、はい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 、うん、一概にね、なんかそうそうそう、辛いことは楽しくないとも言えないっていう、うん、そう、辛いことも含めて、ああ楽しいっていうねものもありますよね、うん、そうですね、まあ、そこの辛いのがね苦しいから楽しくないと思ってやんない人もいるかもしれないですけど、うん、まあ、もうちょっとこうね、長い目で見て、本当のね、先の楽しさとか、そういうのをね、こう想像できたりとか、理解できると、またね、もっと自分の幅が広がって、楽しい人生になると思うんですよね。そうだからね、今現状が辛いからね、もう嫌だとかって思っちゃう人っていうのは、やっぱり将来のね、目標とか目的とかね、ゴールがやっぱり定まってないんですよね。はいはいはい。うん、だから、それがあると、まあ、僕の場合だと分かりやすく言うならば、もうね、この流音奉納で、日本の神社仏閣で100箇所やろうって決めて、100に向かってやってるから、15でも、63でも、88でも、まだ頑張れるんですよ、それが。はいはいはい。うん、あと、いよいよ、ね、今度、日光東照宮行って、それで、ああ、89かとかって思って、あと11だなとかって思ってるから、はいはいはい、あと11個もね、行くのも別に、
ね、その一個一個その場の階段辛いとか、はいはいはい、荷物重いとか場所が遠いとかそういうのはあるけれど、はい、それも含めて100に近づいてる喜びはあるんですよね。なるほど、うん、それは楽しいですよね、はい、逆にねこう100行った時にどう自分が感じるのかですよね。そのまあ嬉しさの反面、うん、まあ、それが終わったというねちょっと一区切りというのと達成感とまたねなんか次の目標があるのかとか、まあ、いろいろね、うん、その時に感情はあると思いますけどね。だからまあ100やったらやめるかもしれないですよね。まあね、そうですよね。よくこうオリンピック選手がこうね金メダルのためにめちゃめちゃ4年間こう頑張って、うん、まあ金メダル取った後にちょっとこうもう競技からテンションが下がっちゃってとかっていうのをよく聞くんですけど、まあそういうこともあるかもしれないしね。まあ、いろいろと。あるかもしれないけど、うん、でもね、それはね、100やってみないとね、決められないんですよ。わからないから。そうなんですよね。その、本人にしかわからない感情ですから。今、100やったらどうするんですかとか言われても、その時になってみないとわかんないから、アスリートで言えば、本当金メダル取ったら引退しようって思ってても、金メダル取ったらなんかもっとやりたくなったりするわけですよ。そうですね。だからね、プロに転向してる人もいたりとか、はい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 、まあもう一回次のオリンピックに出たいって思うこともあるかもしれないし、はい、それをやりきったね時にしかわからないんですよね。だから言うことが変わったとか、うん、引退するって言ってたのに引退しなかったじゃんみたいなこともあるんだけど、はいはい、あれはよくわかりますよね。そうですね、その時にならないと、うん、自分がどう思うかはね分からないですよね、はいはいはい、うん、だから今からその100箇所やった後どうするんですかっていう質問はね本当に答えが分からないとしか言いようがないですね。そうですね。その時の天国さんがどう、まだ金メダルのねあのスポーツ選手と同じような状況ですからね、それはね、うん、だからね120までとか別にもう数関係なくコツコツやってる自分が喜びなのかもしれないし、はい、まあ、とりあえず100やったらもうきついからこれでもうおしまいなのかもしれないし、わかんないですね、はい、その時のねその時に自分がそう一番楽しいどう行きたいかどうやりたいか、まあね振り返ればまあそんな話してるんですけど直感でどう思うかみたいな、まあそういうこと、うん、それについてやっていきたいってその時決めるでしょうね。そうですね。まあ、そうなるとやっぱり、こう、多少ね、こう、自分の中で目標とか、そういうのは、まあ、定めた方が、まあ、わかりやすいんですかね。そうですね。だから、目標はね、とりあえず今、僕の場合だと、その100だし、うん、まあ、そういうことなんだけど、あとは何かね、もっと、こう、みんなのね、何かこの人生の飛躍というか、はい、何かこう、そういう部分に関わっていきたいっていう願望もあるんですよね。はいはいはい。うん、だから何かこう、ほら、起業したい人が起業できないで、なんか現実のためにサラリーマンで頑張ってるとか、はいはいはい、はい、うん。なんかやりたいことやればいいじゃんってやっぱ思うわけですよね。はいはいはい。うん、なんかそういうこととか自分が経験の中からなんかこう見てきたもの培ってきたもの、はい、自分だってやっぱりねサラリーマンで辞めたらね安定した給料はなくなるわけですから飛び出すのはねもちろん怖い部分もあったしいろんなことがあったんだけど、はい、それをどう考えてどういうふうにクリアにしてどうやってきて今があるのかとかとりあえず曲がりなりにも10周年にはなってきたので、まあ、とりあえず10年間はやってきてるわけですよね、はいはい、っていうゼロから立ち上げて10年やってくるまでのなんかこう考え方とか、うん、はいはい、どういう感情だったかとか、はい、うん、今それで力になれることとかねなんかそんなものがあれば、まあ、提供していきたいなみたいなこういう願望結構あって。なるほどね。そうなんかね、うん、演奏家とかなんかその奏者としてっていうだけではなく、はい、もう奏者としてはねそれもう神社仏閣もねもう100も回れば結構回ったし、はいはいはい、うん、まあ、あと CD も作ったり毎月レコーディングして海外に配信したりとか、はいはいはい、まあね、そんなこともやってきましたしいろいろ、まあ、できてるわけですよね。だからそういうことも含めて、はいはいはい、なんか人のためにもっとできることあるよなっていうところの何ができるんだろうっていう楽しさみたいなね、はいはいはい、うん、そういったところなんかこう願望としてはまだありますよね。結構今ねやることがわからないなとか
何がやりたいのかっていう人もまあ結構多いと思うんですけど、うん、ちょっとまあ、またちょっと話それちゃうかもしれないですけど、本で、まあ、前世で竜音をね、天国さん鳴らしていたというような形で書かれてて、うん、で、今もうね、竜音をやっているというような現状になってるんですけど、逆にやりたいことは分かんない人の、まあ、前世をちょっと見てもらって、あ、こういうのが得意かもしれないなっていうので、関連する、まあ、それがヒントになって、また生きてくる可能性もあったりするもんなんですかね。あ、もちろんあるでしょうね。まあ、そういうその前世云々がね、別に好き嫌いは置いておいて、はい、まあ、僕の場合なんかだと完全にそこがリンクしてきたので、はいはい、あ、それでこういうこと今やってるのかって、別に最初から何かねこれをやりたかったわけではないんですよね。はいはいはい、うん、そうだからなんかね、でも今すごい自分がその奏者としてじゃないところでやりたいことは人の役に立てること、はい、うん、まあ、今ねずっとお話ししてきたような、はいはい、人のお役に立てる何かがもっとやりたいんですよ。だからおせっかいなんですよ、はい、ちょっと、はいはいはい、はい、うん、そう、そのなんかおせっかい感が結構ねちょっと出てくるというか、何かね、なんかやりたいことができてない人がやりたいことができるようになって、それを達成したらね多分笑顔になるだろうし、その笑顔が見たいみたいなね、はい、なるほど、よかったねって、うん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 、出会って一緒にやってきてよかったでしょって、よかったねってやって一緒になんかね、はい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 、笑って一緒に泣くみたいな、なんかそんなのがいいですよね。いいですね、うん、じゃあちょっとそういうことをやりたいね、うん、天国さんのトークライブが増えるかもしれないですね。そういうことをやりたいですね。だから、うん、そう、前世の話もいっぱいできるし、ね、神社仏閣回りましたみたいな話もそうだし、シンギングボールの話もそうなんだけど、なんかね本当のエッセンスってそういうところにあるっていうか、はい、なんかねどうやって自分の人生を生きていくのかみたいなね、はい、うん、なんかそのエッセンスをどんどんもっとね伝えていきたいなっていう、はい、まあ参考になる人もいればならない人もいると思うんだけど、はい、なんかそんな情報をねこう提供したものが全員じゃなくても何か少しでもお役に立てれば、うん、嬉しいかなって思いますよね、うん。まあ、リオンシンギングボールもまあそれ入ってますもんね、実際の話。うん、そうですね、だからまあ根本的にはもうそれがもう軸になって、リオンシンギングボールという活動をしたりとか、まあ、いろんなね、うん、こう、まあ、100回るとかっていうのも、まあ、そこがまあ基盤となってのまあ活動だと思いますんで、まあ、トークライブもそうですし、うん、まあ、元旦のイベントもそうですし、そこはもうねやっぱりもう天国さんのまあ、強い芯が、そういう楽しいイベントとか楽しい行動につながってるのかなというのは感じますね。はい、そうですね。だから本当ね、そのなんかこうやりがいにつながるような楽しいこと、うん、なんかそれをねこう見つけて、なんかそれに向かって進んでいくときってね本当楽しいんですよね。はいはい、うん、そうそうそう、そう、なんかね、それを探していくのも楽しいし、はい、うん、でも目の前のことだけを考えちゃうと、あ、なんかやりたいことがないなとか、何やっていいか分かんないってなっちゃうんだけど、それを探している自分が一番楽しいですよ。ああ、なるほどね。うん、だって、はい、宝くじ買って、抽選の前が一番楽しいじゃないですか。まあそうですよね。ワクワクして抽選の番号を見るまでが一番楽しくて、はい、当たるかな、当たんないかな、まあ無理だろうなと思いながらも、はい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 、番号めくって見るみたいな、はい、それですよね。人生も一緒で、そこが楽しいんですよ。だから、はいはい、あ、買ったのに多分当たらないよななんて思ってくよくよしてる場合じゃなくて、はい、うん、当たるまでは希望を捨てるなっていうね、はいはい、なんかそのダメになってないのに、抽選も見てないのに、抽選日の前にどうせダメだとかって考えてる時点でナンセンスってなるから、はいはいはい、はい、うん、なんかね、自分の人生ぐらいね、なんかやりたいこと見つかってなくても、今探している道の途中ぐらいのね、ことを考えてね、いたら絶対楽しくなるはずですよね。はいはいはい、っていうのが今日の最後のメッセージでした。はい、ありがとうございます。はい。ということでね、まあいい感じでちょっと最後まとまりましたけれども。ありがとうございます。はい。ね、ということで年内まだねありますのでね、また来週もぜひね聞いていただけたらと思いますけど、いよいよもう年末ね差し迫って本当のね、はい、ファイナルに近づいてきますけれどもね、はいはい、ぜひお体気をつけて、冬寒いですけどね、はい、頑張っていただけたらと思います。はい、はい、ということで本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。